やってんねや。6月から自分ですることになりました。九州醤油がベースの秘伝のタレを使っています。いくらでも食べれちゃいます。うん、うまいやん。マズッチがもうプロになってる。すごい。あの4ヶ月前悩んでたのにもう経営者になってるわ。車で販売してたんですけど、マズッチさん新しく何か新メニューでも増えたんですかね。それでは行ってみましょう。ういういぽう。皆さん覚えてますか。このクロックスの前にトラック置いてあったんだけど、これでもどうなってんだよ。どこや。あずっち。めっちゃお店ようなってるやん。おしゃれな店舗になりました。あずちこと松本あずさ28歳は小学校教員を辞め、紆余曲折あってここ姫路の城の壺を皮切りに、兵庫の美味しい唐揚げといえば松本家と言ってもらえる、みんなに愛される唐揚げ屋さんを目指し実店舗を決意する。さあ、あずっちの唐揚げストーリーの始まりだ。行けあずっち、さあ行くんだ。胸肉でも唐揚げはうまいんだ。地産地消の兵庫パワーを見せてやれ。コロナにめげず突き進むんだ、あずっち。夢の日本一の唐揚げ屋さんになるんだ。え？お店になってるやん。お、すごい。え？かわいいロボ。松本。ここで食べれるのは同じようですね。車じゃなくなってるやん。そうなんです。あれ車はどうなったんですか。車は車で、イベントに。あ、そうなんやね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい実店舗なってるやん。え、めっちゃかっこいいやん。もともとは JR のコンテナで。あ、これこれコンテナがこうなって。え、あれ JR のエンジン色のコンテナがこう見てる。あ、これなってんの。え、そうなん？あのコンテナがこれになってんねや。え？あのコンテナ。こんなおしゃれになるんや。すいません、オープンいつでしたっけ？1月31日です。ああ、あれから6ヶ月経って、むちゃくちゃようなってるやん。そうですね。どうですか？お客さんは結構来はるんですか？はい、オープンしてからたくさんのお客様が足を運んでくださって、遠いと神戸とかからも来てくださって。すごいな。すごい、なんでこの建物が珍しいっていうのもあるんやと思うんですけど、うん、すごい皆さん、唐揚げ食べて美味しかったっていうのを。この建物可愛いよね。そうですね、なんか元気をこうなんていうの、なんか生み出すような色にしたんです。だから黄色のね。いやー、めっちゃ元気になるわ。で、ここの駐車場はここ止めれるんですか。駐車場はクロックスさんの駐車場を使ってもらって、うん、大丈夫だという。ああ、そうなんですね。それで隣に椅子とテーブルあるんですけど、そこで食べてもいい。そこで食べても全然大丈夫です。え、なんでまた店舗にしようとしたんですか。やっぱり、うん、キッチンカーも移動できるっていう点があるんですから、やっぱり今後、うん、インターネット販売とかもしていきたいんで、うん、セントラルキッチン的なこうちゃんとしたここでしてますっていうのを、地に足をついてやっぱり本拠地を作ってどんどん広げていけたらなっていうのと、コンテナってやっぱ珍しくて、こういう建物、そうですね、こういう店舗っていうのあんまないよね。これをどんどん2店舗3店舗広げてたらいいなと思って。女性一人でもできる、あ、女性一人でもできる、お店の業態を示していきたいと。そうですね。フランチャイズみたいなも将来を考えてるってことですか。そうです、フランチャイズも今後考えてます。すごいやん。しますので、お声掛けください。あの時の福崎に唐揚げ見に行きたいから一緒に行った時のあずっちじゃないやん、もうすごい大社長になってるやん。もうね、姫路に2店舗ぐらいはすごいね。作りたいんで、なんかあるんすか、夢とか。どのあたりに作りたいみたいなのあるんすか。いや、もうどのあたりというか、兵庫県の唐揚げ屋といえば熊本県みたいな。いやー、企業家になってて、田島鶏を使ってるのが広がっていったらなと思って、兵庫県のものを使って地産地消にも力入れてるよっていうのをもっとね。あ、なるほどね。あ、そうそう、これ自体が田島鶏なんですよね。兵庫県産やもんね。そう、そこがね、こだわってます。でもこれで600円とか大丈夫なんですか。大丈夫です。どんな方が来られるんですか、よく。でも最近はやっぱり主婦の方とか、やっぱ揚げ物をしたこうね、お家で大変やなっていう方とか、やっぱり仕事中の多いですね。なるほど、お弁当というよりか、じゃあこういうこういうセットを、最近よく出ますね。おかずとして買って帰るってことね。夜ご飯時のね、
今驚いたんですけど、ちょっと見たんやけど、なんか配達のお姉さんいてたけど、なんか従業員増えてないですか？増えてますね。社長、大社長になってもうてるじゃないですか。最初は一人でしてたんですけど。すごいね。え、どこまで配達してくれるんですか？この前は小寺まで。あ、マジ？数量によってですけどね、もちろん。あ、配達はどうやったらしてもらえるんですか？配達はもうすぐたら Uber Eats も。そうなんや。え、今は？今は、まあ、あのお電話もらって、あの一定の量を買っていただくと、5000円以上買ってもらったら配達できますと。はい。なるほど。今メニューが、うん、セットメニューが増えて、うん、で特に今緊急事態宣言出てるから、はいはいはい、やっぱおうち時間を楽しんでもらうために今割引、うん、セットの割引、これですね。通常2800円のところ、通常2800円のところ今、うん、パーティーボックスが2500円で、バリューセットって通常2000円のものが1800円、ハッピーセットが1000円のところが900円。これじゃあ緊急事態宣言が明けるまではこれでしてるんですか？そうですね、明けるまでは。いやー、お得ですよ。これご覧の皆さん、めちゃくちゃお得じゃないですか。いや、そんなんのお店大丈夫な？みんなの幸せを取りました。うわー、嬉しい。え、唐揚げ作ってた中は熱くないんですか？あったかい。あったかい。そうなんや、いいですね。スタッフの方も明るくていいですね。今日は松本家のハッピーセットさんとミックス弁当を注文しました。店員さんももう喜んでますわ。出来上がりました。どうぞ。おお、めっちゃ大きいね。よいしょ。これがね、ミックス弁当で、ね、600円。唐揚げ弁当ね、3種類あるんですけども、今日はミックス弁当にしました。松本家のハッピーセット、ミックス 100g、1000円なんですけど、今日は、緊急事態宣言なので、なんと100円引きで、これ消費税込み、税込み価格ですよね。いや、まあお得。兵庫県産の但馬鶏使ってるので、まあ素材がいいんですよ。楽しみですね。じゃあ早速いただきます。いただきます！弁当ローマ字。うおー。体脂肪率が気になりますので、野菜から食べたいと思います。はい、野菜。これはドレッシングがついてますね。いや、美味しそう。いただきます。塩ドレッシングかな。いや、あっさりして美味しい。マヨネーズとかタルタルソースっぽいのが多いから、いや、これって意外と新しいな。そしてマカロニ、でも胡椒かな。大粒の胡椒がスパイシーで美味しいと予想できます。いただきます。うん、惣菜に似たようなパターンが多いんですけど、いや、ここは、うん、美味しい。胸とももっすね。すが胸やね、多分ね。このね、前回も食べたんですけどね。いや、ここのね、唐揚げがね、あっさりながらも旨味があって、ふっくら柔らかく仕上げてある。高タンパク、低脂質で、ヘルシーで、女性にも大人気の、胸肉、アスリート食としてもおすすめということでね。私もね、ランニングしてますので、いただきます。いやー、うまい。これ、ももかな？はい、もも肉。肉の中までしっかり味が染み込んでいるので、程よく油が乗っているので、ジューシーでコクと旨味のある味わいです。いただきまーす。おいしいな。どんどん食べましょう。やっぱり私の好みは胸ですね。ここの秘伝のタレかな、これ胸に合うんじゃないかな。すごい研究されてると思う。はい、行きます。じゃーん。これ1000円か、安いな。タジマドリでこの量で1000円は安いですね。ちょっと全部は食べれないんで、うん、ちょっといただいて、あとは持って帰ってビオネちゃんとかカナイと一緒に食べたいと思います。九州醤油には胸肉のが合うね。まあ好みもあると思いますけど、ももより胸のが合いますね。いやー、美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。そうや、クーポンみたいなつけんくていいんですよね、動画は。動画もうつけましょうか。あ、つけてくれる？プレゼントしますよ。え、何プレゼントしてくれるの？胸肉。このチャンネルを見たと言ってくれたら、はい、胸肉2個プレゼントします。え、2個もプレゼントしてくれるんですか？はい、自慢の。大丈夫なんですか？大丈夫です。え、期間どうしましょう？期間は1ヶ月。1ヶ月。だからこの動画が上がるのが2月後半になるから、3月20日ぐらいですかね。わかりました。お願いします。え、なんか今後の意気込みあるんですか？明るくて元気なパワーをみんなに与えれるようにこのヒーローを店で待ってますのでいつでも来てください。いや、もう明るいですからね。俺も元気になりましたわ。電話も LINE 予約もどちらも受けたまっております。そして今年中に2000人目指してます。2000人はインスタグラムね。わかりました。
いや美味しかったです、ありがとうございました、はい、こんなアグッチがあの唐揚げ屋さんじゃなしに企業家になってるのに驚きました。ありがとうございます。まだ食べに来ますね。はい、ぶどうちゃんの帽子も金色になってるのびっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやあ、じゃあね、またありがとう、ありがとうございます。ということで本日はリニューアルした松本家さんにやってきたんですけど、いや驚きました。めちゃくちゃおしゃれな店舗、車じゃなくて店舗に変わってました。そしてお客さんめちゃくちゃ来てるのに驚きましたね。唐揚げ屋の店主さんというよりかはもう起業家になってましたね、あずっちさん。はい、ということで姫路の種ぶどうチャンネルは皆さんからの情報元に成り立っております。はい、姫路の種のメッセージかぶどうチャンネルコメントをください。はい、そして姫路の種では年間企業様も募集しております。ぶどうちゃん、そして姫路の種ぶどうチャンネルを応援してやろうという企業様はね、概要欄に、概要貼っておりますので見てください。我々を応援していただくと記事などを書いて応援できると思いますので、興味のある企業様はチェックしてください。はい、ということでまた次の現場に向かいたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。